しもし寝落ちもちもちしよう。もうびっくりした。やっほー、ビーバル様です。ということで今回はですね、僕の昔の寝落ちもちもちした子の話なんですけど、いやこれはねずっと謎なの。多分こうなんだろうなって思ってる話なんだけど、ちょっと聞いてください。これは僕が2歳時の話かな。その2歳の時に学生だったんですけど、その時に僕が YouTube をやる前に YouTube をやる前の違うアプリで活動してた時の話なんですけど、学生の時でね、その時に初めて友達になった子がいるんですよ、ネットで。そう、初めてのネットもです。めちゃめちゃ嬉しくて、その子もすごく歌が上手くて声も可愛くてすごい演技力もあってめちゃめちゃ可愛い女の子なんですけど、その女の子とめちゃめちゃ友達になったんですよ。もう暇があったら電話みたいな。僕も学生の時部活で忙しかったんですけど、部活終わったらお電話みたいな、電話して何してるみたいな、わーって話して悩み事とかもういろいろだよ、いろいろ話して、もうめっちゃ仲良くなった子がいて、でね、めちゃめちゃ話すんですよ。4時間も5時間も話すから眠くなるじゃないですか。眠いなーって言ったら、じゃあ一緒に寝ようみたいなこと言われて、え一緒に寝るみたいな。なんかえどうやるのって言ったら、なんか電話ゲッパで一緒に寝ようみたいな、そんなあるんだみたいな。それがその僕の最初で最後の寝落ちもちもちなんだけど、なんで僕はここで最初で最後の寝落ちもちもちなのかっていうのを話すんですけど、その可愛い女の子をね、本当に可愛いんですよ。そうなんだ、面白い、面白いねみたいな可愛い子なんだけど、一緒に寝た時におやすみって言ったら、ってめっちゃすごいいびきだったの。びっくりして、えみたいな。ちょっと待って、もしかして僕も寝てる時なのかなみたいな感じで、もう絶対寝落ちもちもちはしないって決めたの。僕怖すぎって思って、いやびっくりだよ。そうなんだ、ピーちゃん面白いね。びっくりだよ。恥ずかしすぎる、恥ずかしすぎるって思って、そこで僕は一生寝落ちもちもちはしないとそこで決意をしました。もう絶対いびきは恥ずかしすぎると。そこが最初で最後の寝落ちもちもちなんだけど、その子とねすごい仲良かったから、その子がね僕と遊びたいと、ピーちゃんに会いたい、ピーちゃんと遊びたいって言われたの。だから僕もその子のこと大好きだし遊びたいなって思って、え遊ぼう遊ぼうみたいな、遊ぼうよってなってのね。そしたらその子が、あそうだ、ピーちゃんに会う前に言わないといけないことがあるのみたいな、ピーちゃんに内緒にしてたことがあるのって言われて、え何って聞いたら、その子が A ちゃんにしようかな、 A ちゃんっていう名前にして、その A ちゃんが私ね双子なのって言われたの。で、あそうなんだ、双子なんだみたいな。で双子の妹がいるんだけど、その子がねすっごく太ってるのって言ったのね。そうなんだ、太ってるんだって言ったの。そしたら本当に太ってて、イベリコ豚みたいなのみたいな、イベリコ豚見すぎではみたいな感じで思ったけど、あそうなんだ、イベリコ豚なんだみたいな。でそれでその子が、双子の妹がね踊ってみたを投稿してるの、それを見てほしいのみたいな言われて、あそうなんだ、妹も活動してるんだねって言ったのね。そうなの。それで双子の妹が私の服を勝手に着たのね。だからすごい伸びてすっごく嫌だったのみたいなこと言ってたから、勝手に服着られたんだ、嫌だね、伸びたの嫌だねみたいなこと言って、でその子、その A ちゃんが、この URL 送るから私の妹の踊ってみた見てほしいみたいな言われて、 URL を送られたのね、パソコンで。でその僕がそのパソコンで送られた URL をパーンって開いたのね。そしたら、ちょっと待って、これはね僕のせい、僕のパソコン、その当時の僕のパソコンってお父さんからもらったすっごい低スペのめちゃめちゃもう質が悪いパソコンだったの、ノートパソコンだったの。だからもうすっごい固まるし、すっごいカタカタなのね。もうブルースクリーンもたくさんなるし、もう捨てろっていうくらいのパソコンだったの。それお父さんからもらったパソコンだったから、すごい重かったのね、その URL の動画がすごく重くて、その A ちゃんの双子の妹の踊ってみたがこう流れるんだけど、低スペだからさ信じられない動きになるの。パパ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 パみたいな、カカカカカカみたいな、えどんね何これみたいななるのね。でそれが面白すぎて、僕はすんごい笑ったの。ギャーみたいな、なんじゃこりゃみたいな感じで笑っちゃったのね。低スペだからもうカクカクだよ、ガックガク、信じられない動きを繰り広げて、もうロボットダンスみたいな感じになってて、で息できないくらい笑ったのね。でその A ちゃんが「いや笑っちゃうよね」みたいな聞こえたから「いや違う違う違う」って、なんか僕のパソコン低スペでなんかすごいカクカクしててみたいな、いやなんかちょっと重くてわはははみたいな笑っちゃって、その子「あそうなんだ」みたいな。でそれで話が終わったのね。で僕はちゃんと説明したの、僕のパソコンは低スペで、さっきの踊ってみたの動画がちょっといい感じに再生されなくて変な動きになってちょっと笑っちゃったよみたいな。そしたら「あそうなんだね」みたいな感じで終わったんだよね。えみたいな。ありゃりゃりゃってなったんだけど、なんか急に A ちゃんともう一人の子 A ちゃんの友達の B ちゃんを呼んで3人で話そうみたいなっていう話になって、で話す話すって言って3人で話してたのね。そしたら A ちゃんが今からご飯食べるって言い出して、そしたら B ちゃんがダイエットするんじゃないのみたいな言ったのね。そしたら A ちゃんがその話言わないでみたいな感じで、そんな感じになったの。ちょっと変な空気になったのね。でダイエットしてるんだって思ったんだよ僕も。でもちょっとなんか変な空気を察して僕は何も言わなかったの。ああみたいな。ほーみたいになってたら、その B ちゃんがどっか行ったのね。ちょっと離脱みたいな感じでどっか行った時に、その A ちゃんと2人になった時に僕が「双子の妹元気?」って聞いたの。そしたら A ちゃんが「え双子の妹いないよ?」みたいな。で僕が「えっ?」ってなったのね。あれみたいな。双子の妹いたみたいな話前しなかったっけみたいな。そしたら A ちゃんが「え双子の妹いあみたいな感じになったので、まあ、そこでなんか僕もあれってなったけど、ちょっとスルーして違う話にして、そこで話が終わったのね。で話が終わって、そっから連絡が来なくなっちゃったのね。えみたいな。で悲しいな、連絡来なくなっちゃったみたいな。でもそっからちょっと自然消滅というか、なんか遊ぼうねっていう話もどうなったんだろうって思いながら、もうなくなっちゃって、すごいなんかね、なんか悲しいなって思ってたんだよね。まあみんなももう気づいてると思う。僕も気づいたよ。双子の妹がいるっていうのは嘘で、多分あれ本人なんで、本人で僕と会う前に自分の姿を僕に見せようと思って踊ってみたを僕に見せたら、思いのほか僕が爆笑っていうか、それでショックを受けたんだなと。で多分私太ってるからこんなに笑われてるんだって思っちゃったんだよね。で僕は説明したの、ちゃんとテースペで踊ってみたがカクカクでみたいな変な動きになってるってちゃんと説明したんだけど、多分その子は嘘だって思ったんだと思うんだよね。それで疎遠になっちゃって、悲しいけどさ、双子の妹がいるって嘘つくか？いや確かにね、確かに言えなかったんだよ、言えなかったんだよね。そうだよな、言えなかったんだよ。いやでも嘘つくか？あんなに仲良かったんだぞ。お前の姿見てもな、なんも思わないよ。いやもう本当にカクカクテースペのパソコンで見た、踊ってみたの動画、本当にみんなに見せたいくらいおもろい動きだったの。だからもう僕悪くないと思いながら、そうね、ちょっと昔のことを思い出しました、はい、っていうお話でしたね。ちょっと苦いね。今その子は何してるんだろう、ちょっと話したいな。